サッカー J2 モンテディオ山形は23日天童市の県総合運動公園で練習を公開しました。トレーニング後に高橋選手と後藤祐介選手に話を聞きました。まあ、コーヒーが、うまく収めてくれて、落としてくれたので、あとはこう、思い切って振り抜こうと思ってゴールにつながったので良かったです。目標の一つではあったので、そこはすごくこう自分としても、これからにつながる、ものになると思いますし、ただまだこの先の目標っていうのは続いていくので、まずは、次のゴールっていうのを目指しながら、それを取れればチームは勝つと思うので、またそこにフォーカスしてやっていきたいと思います。こう2トップでも自分の特徴がすごくこう生きるなっていうふうに最近すごく感じていて、でそれがこうトップ下で出ることで2トップにもなるし、中盤とうまくリンクしながら引き出すっていう役割もあるんですけど、そこがこううまくこう自分の特徴を出せてる要因の一つではあると思うし、チームとして誰が出てもこう特徴が出して、それがチームの武器になるようになっていければいいと思っているので、そこはこう変わらず自分の特徴っていうのを出していけるようにしたいなって思ってます。また次はホームでやれるので、とにかく、勝つことでしか次につながらないので、そこに全員で向かっていって準備して、勝ってまたみんなで喜び合いたいなと思います。雄大の、キックが全てだったと思いますし、それだけかなとは思います。出ればなんかこうチームのためにできればなっていうのはずっと思ってやってるんで、途中から出て、守備のところで、前から行くところを、自分がスイッチ入れるだったりっていうのは、うまくやれてる時もありますし、厳しい状況の中で交代で入ったりってする中で、落ち着かせたりっていうのももっともっとやりたいなと思います。本当にこの勢いのまま行けたらいいですけど、そんな簡単にやらせてくれないですし、それにこう自分たちが、どれだけこうチャレンジできるかだと思いますし、勝てるが当たり前だと思ってないですし、それをどれだけこう自分たちが楽しんでぶつかっていけるかだと思いますし、そこが できれば結果もついてくるんじゃないかなと思います。